まさか、俺の曲があんなにも喜ばれるとは思わなかった。私絶対このトラックで歌いたい。すごいすごいよ青柳くん。私も今すぐ歌ってみたいって思ったよ。どうって、そんなの決まってんだろ。最高だよこの曲なら。どんなパフォーマンスだってできそうだ。イントロからすぐにこう歌いたいってイメージが湧いて、曲が進むと息苦しいくらい喉の奥が熱くなった。気持ちを引き出されるってこういうことなんだな。いつもお前気がつくと成長しやがって。たく、俺も負けてられねえな。それにしてもあの曲も次のイベントの瀬取りに入れると、イベントは来週だということをみんな本当に分かっているんだろうか。よかった。俺はいつもみんなに助けてもらっていて、なのにチームのためにできることといえばささやかなことばかりだったからな。みんなはとても助かると言ってくれていたし、実際チームへの貢献にもつながっていたんだろうが、やっと俺自身も納得できる形でチームの力になれた気がする。この曲を俺たちのイベントで俺たちの曲として歌える。トーヤが納得できるまで作ってみりゃいい。いくらでも待つ。いつかお前の曲で歌えんの俺は楽しみにしてんだ。必ず答えてみせる。あ、今のパートはパワフルで見せ方もうまい白石に歌ってもらえたらかなりインパクトを与えられそうだ。その次は少し難しいパートだが、声質的にはアキトとあずさわが合いそうだな。それから、よし、全員揃ったな。イベントまでラスト1週間突っ走るぞ。ああ、まずは青柳くんが作ってきてくれた曲のリリックを詰めていくんだよね。うん、ちょっと書いてきたよ。これなんだけど。予想よりだいぶできてんな。昨日の今日だからもっと荒いかと思ったが。初めて曲聴いた時ビビッときたんだよね。すぐイメージ湧いちゃったっていうか、トーヤのイメージと合うかどうかわかんないけど、どうかな。すごいな、白石らしい言葉選びだが、俺の込めた思いが表現されている。俺もこのリリックで歌いたい。本当？よかった。そうだ、俺もパート分けを考えてきたんだ。見てもらえないだろうか。の、どれだ？これ？どうだろうか？すっごくいい感じだと思う。っていうか、この曲を聴いた時にイメージしてたパート分けと重なるところが結構あってびっくりしちゃった。私も。ほら、ここのパート、あんちゃんが歌ってくれたら印象に残りそうだなって思ってたんだ。だな。俺が厚みを出して、トーヤがバランス取って、小羽がラストパンチを入れる流れは俺もイメージしてた。パート分けはこの感じでいいんじゃねえの？そうか、よかった。けど、
こんなにイメージ合うなんてびっくりじゃない？うん。あ、もしかしてこれって共通のイメージをしっかり持ててるってことなのかな？かもな。よし、リリックとか細かいとこ詰めていくか。ああ。